はいどうも、えー、水にゃんです、まあ。YouTuber がわざわざ、まあ、彼氏彼女とできました報告をすることについて、えー、物申したいと思います。まあ、多分、えー、ちょっと愚痴っぽくなってしまうと思うんだけど、まあ、別に本人の自由じゃんとか、まあ、いちいちまあ、突っかかってくんだよとか、まあ、しょうもないね、チープな批判米が大量に湧くだろうから、先に言っとくわ。俺がこのことを、 動画で物申すのも自由だと。ね、これあくまで私見です、これ。でまあね、どういう話かっていうと、まあ、最近、まあ水にゃんの、えー、抱いてみたい女 YouTuber 第4位に選ばれた橋本からあげちゃんって YouTuber が、くぎけんっていう YouTuber と付き合ってることを動画内で公表したのね。でまあ、頼く君が言ってる。 橋本からあげちゃんの二股疑惑については詳細を知らないからまあ、割愛しておくで、まあ、なんかね、まあ、動画を見ててすっげえねあー気持ち悪いなって感じちゃったの、まあ、じゃあ動画を見るなよって話なんだけどそれはねぶっちゃけどうでもいいじゃんでたかが YouTuber でしょ同業者と付き合ってる報告を わざわざするのって、なんかね、芸能人ぶってんじゃないのよく中高生に人気のミックスチャンネルってアプリにさ、カップルがラブソングを背景に、自分たちのラブラブな写真のスライドショーを作って自慢げに載せてるんだけどさ、あれと同レベルの黒歴史だと思うよ。だって、 ほとんどのカップルは付き合ってる時は楽しくて仕方ないんだけどいつかは別れるんだよ。結婚するカップルなんかもうごくごくわずか。ね。そんな中誰が見てるかわからないし半永久的に動画が残り続ける YouTube でわざわざね誰々と付き合ってますって報告する神経が 俺にはあんまり理解ができないよね。別れたらネタに絶対されるし、それもそれで当事者たちが傷つく羽目になると思う。だから、俺はいちいちそんなことを動画で公表しなくていいんじゃないかなって思うけどな。以上、ミズニャンでした。